さーん、本格ミートソース作るわ。ミートパスタ、ホワイトパスタ、ミートパスタ。この次何するんやったんかな。次ホールトマト、水。これね、もったいないからね。トマトもね、あれトマトどこ行ったの、トマト。あれトマト。ちょっとね、腐りかけとってん、トマト。腐りかけとったトマト入れて。よいしょ。もったいないやろ。忘れとった。豆腐をね、ついでに豆腐があります。豆腐入れて。水分が出るからちょうどいいでしょ、水足すのに。いただく皆様、よかったです。ここにもあります。水ちょっと言うとったね。水。あれ、ちょっと待って、ちょっとこれ倒して。水ちょっと。200ってこんなもんかな。まあ適当ですけど、水の次に何やった。コンソメ。はい、コンソメさん。コンソメさん、コンソメさん、2かけら入れる。んで水、コンソメ、沸騰するのはトマトを潰しながら、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 もうで沸騰しております。はい、その次、その次何、沸騰したら砂糖、ケチャップ。はい、砂糖、ケチャップ、砂糖入れないと。砂糖ね、砂糖、砂糖、砂糖、ケチャップ、ケチャップ、ケチャップ、砂糖、ケチャップ、砂糖、ケチャップ、中濃ソース。蓋をせずに、でソース。もうね、ここソースがいいね。わー、こっちソースね。ソースを入れるんや、これね。ソース。欲しないですかね、これ、ね。そう、トマトを潰しながら、次とか。これどうしたん、電気が切れんねんと。はい、この流すは公式練習から。煮込む。20分から30分。20分から30分。この状態でね、40分ぐらい煮るんですって。これ40分ぐらい。ニンニク忘れたね、ニンニク。さあ、長すぎないの得点です。62.91、長すぎない60点は超えてきました。現在2位となっています。日本三原舞依のトップ。すごいね、このなんねんね。何でもクックパッド先生やね、これね。